はい、では私は、F シャープで Welcome to the Marine Forms という話でお話をさせていただきます。簡単に自己紹介を、石崎と言います。言語は、C シャープザムルが大好きです。活動としましては、ジェザグの黙々会とか、ちょっとここにあるドットネット系の勉強会をちょっとですね、大都会豊橋とは違うすごい片田舎の秋葉原っていうところでやってて、ちょっと田舎なんで苦労があるんで、もし協力してくれる方がいらっしゃったらぜひお願いしますっていう感じでやってます。では初めに、F シャープはいいらしいぞという話を聞いたことがある方結構いらっしゃると思いますが、実際に使ってみた方ってきっとあまりいらっしゃらないと思います。で、ですね、F シャープは、すみません、ここで本当は1周年記念ということでちょっとこじつけて、1周年経って F シャープやりたいって人結構姿が見えてきたって話をしようと思ったんですけど、皆さん行ってないんでそこは割愛します。とりあえず情報が少ないです。なのでちょっと頑張ってみたので、情報発信をきちんとして皆さん、やることした方がつまずかないようにしていこうと思って、こうして頑張って情報発信しています。ちょっとなんか情報発信いっぱいいっちゃいましたね。セッションの目的です。今回はザマリンフォームズの PCL プロジェクトで F シャープでハローワールドをするまでの道のりを共有させていただきます。ちょっと見づらいこうやって共有すればですね、ザマリンフォームズで F シャープで試す方が、まあ、フォームズじゃなくてもいいんですけど増えると思います。増えれば情報発信も増えて、いろんな方がいっぱい試せると、で挫折する方が減るんじゃないかと、結構多分最初にやると挫折してしまう方多いと思うんですね。でこの右下にあるページ数が書いてあるんですけども、ここを見ていただくと分かるように結構長いです。で私ここまでたどり着くまで本当はハローワールドするだけなんですけども、ちょっと3ヶ月ぐらいかかってますんでそこを皆さんが簡単に行けるような高速道路としてちょっと利用していただければいいかなと思います。でですね、一応 PCL プロジェクトって多分、分からない方はあまりいらっしゃらないかと思いますけど、分からないという方はちょっと検索をして調べてみてください。すいません、ここは本質じゃないところなんで、まあ、本質かもしれないですけど、ちょっと説明すると長くなるので、割愛させていただきます。で、今回のセッションのゴールです。この画面よく見られてると思いますが、この画面を皆さんに出せるようになっていただきますこの画面さえ出ちゃえばもうカットも当然ですよあとはご自由にって感じです。で最後にですね、最初にセッションの結論ですが、ザマリンスタジオを皆さん使ってください。ザマリンスタジオであれば、この右下でテンプレート、右端ですね、テンプレートの時に言語が選べます。ここで F シャープを選ぶと、もうそのまま F5 実行でさっきの画面が出てきます。ただしこれちょっと私深掘りできてないんで、私の環境が悪いのかもしれないですけども、ビジュアルスタジオ4 Mac リリース直後の状態で試した時には動かなかったので、ザマリンスタジオをおすすめです。で続きまして、ちょっと F シャープってあまり知られてないと思うので、F シャープってどんなものっていうのをちょっと概要を説明させていただきます。 F シャープは、関数型とオブジェクト指向のマルチパラダイム言語です。で、ドットネットの豊富な資産が使える関数型言語という認識で、大体 OK だと思います。で最大の特徴なんですが、ザマリンは C シャープまたは F シャープで開発ができる、環境になっています。なので大体ちょっと大雑把に言えば、ザマリン界の関数型担当という認識で大体合ってると思います。でこの認識でお願いします。でコードの例です。コードの例ですが、こちらが上が F シャープで書いたコード、下が C シャープで書いたコード、本当に簡単な、クラスをメソッド2つ持ってるだけのですね、簡単なクラスなんですけども、上の F シャープは括弧が波括弧がいらないので、それがない分違ってますけど、大体雰囲気同じですよね。もうこれで試してみようかなって気になったと思います。あとはですね、波括弧がないからなんですけども、その分は短く書けてると、短く書けるって嬉しいですよね。なんでちょっとこういう特徴があります。でもただここでですね、1点、ちょっと C シャープ好きな方だとちょっとすごい違和感を覚えるところとあると思うんですけども、
まあいいや、それはちょっと次のスライドがあるので次に進みますね。今度ですね、F シャープとコトリンとスイフトを比較してみました。先ほどの C シャープよりもちょっと詳細はここでは触れませんけども、C シャープよりもなんか似てる雰囲気あると思います。これは私、コトリン、スイフトをちょっと素人なので、もしともっといい書き方があるという場合は教えてくださると助かります。で、もうちょっと深掘りをしていきます。一番メインのところですね、変数を宣言してメソッドを呼んで、メソッドに引数を渡して呼んで変数に入れるということになっています。ここで、C シャープとその他で違うところとして、変数の型名は、変数の後ろに書きます。で、セミコロンは不要ですというのがあります。これは先ほど C シャープやってる方はちょっと気持ち悪いなって思ったかもしれませんけども、まあ、みんなこの形で書いてるよ、怖くないよということでちょっとチャレンジしていただければいいと思います。あと、ちょっとした小ネタなんですが、F シャープのところで this っていう、自分のクラスのインスタンスを参照するキーワードですね、書いてますが、これは好きなものが使えるので、セリフと書き換えることもできますし、もし好みの方があれば me と書くこともできます。そしてあと、F シャープの中での特徴の一つとして、関数に括弧、引数に括弧をつけてもつけなくてもいいです。これは好きなスタイルで書けばいいと思うんですけども、括弧を書くときって、シフトとカッコのキーを押してキーを2個押さなきゃいけないんですね。でもスペース1個だとキー1個でいいという省エネ対応ですね。関数型はこういう省エネ対応への取り組みがすごく強いので、省エネ志向の方には合ってるんじゃないかなと思います。というふうに F シャープに関心を持って皆さんやりたくなったかなというところで先に進めていきたいと思います。まず環境の準備から。環境準備しないと構築できませんので、環境を準備していきます。はい、まずこちらですね、F シャープ言語のサポートをインストールしてください。これはデフォルトで入ってるんで、よほどなんか容量に限界があっていう必要なければ入ってると思うんで、これは大丈夫だと思います。で、次、ソリューションを新規作成していきます。ソリューションの新規作成ですが、よくこちらで大体普通はですね、F シャープじゃなくて C シャープの場合はダブルインフォームズのテンプレートがあると思いますが、F シャープの場合は、ありません。あ、これビジュアルスタジオの場合ですね。今回ビジュアルスタジオでちょっとお話をさせていただいてます。で、テンプレートがないのですが、大丈夫です。テンプレートはなくても、ソリューションは作れます。やったこととしましては、F シャープでまずソリューションを作ってください。そして1個ずつプロジェクトを、C シャープで作ってください。で、1個ずつ F シャープに置き換えておけば大丈夫です。とても簡単です。今回大体こんな感じの流れで話を進めていきます。で、次にページの新規作成ですね。ページの新規作成ですが、C シャープの場合であれば、なんて言うでしたっけ、ザムルなんとかページとか選べると思いますが、F シャープの場合はやっぱりありません。で、こちらなんですが、こちらの場合は、やったことちょっと文字小さくて分かりづらいかもしれませんが、ザムルのページはさすがに初めて作るという方が手書きするのは難しいので、C シャープのプロジェクトをそのまま使っていただいて、後ろのコードのロジック部分、ここではビデオモデルと書いてますが、すみません、ビデオモデルの説明はここでは割愛するので、興味ある方は調べてください。を作っていくというスタイルで、ちょっと今回は進めていきます。で、その場合ですね、C シャープのザムルページが置かれている C シャープのプロジェクトから F シャープのプロジェクトを参照しなければなりません。それを参照しようとすると、普通 GUI でポチポチってやると参照できるんですが、これがなぜかエラーになります。この PCL プロジェクトから PCL プロジェクトしか参照できないと言われてるんですが、この F シャープを PCL プロジェクトで作ってもこれが出てしまうので、コンピューターに文句を言ってもしょうがないので、これはなんとか回避します。で、大丈夫です。方法はこれすごい確立してるので、CS プロジェクトですね、ファイルを直接書き換えることで参照ができます。とっても簡単です。で、次にですね、これで参照を追加して実際にコードを動かすと、なぜかずっとエラーが出続けてしまいます。これエラーずっと出るんですけども、実際実行するとビルドもできるし実行もできるので、特に気にしなければ大丈夫です。気にしなければ大丈夫です。これについてちょっと対処法が分からないので、もし知ってる方いたらこっそり教えてください。ただし、
ですね、F シャープでロジックを書くということだけに限定するんであれば、回避策はあります。先ほど B モデルという形で、ロジックを書くという形にしましたので、その場合はですね、ザムルの方だけでその参照を書けるので、これをザムルの方で書くと、エラーが出なくなります。ただし、これをやると、実行時に実行エラーが出るようになってしまいます。これは別に F シャープに限ることではなくて、C シャープでも一緒なんですが、ザムルの中だけで参照しているライブラリは実行時にエラーが出てしまうというのがありまして、まあ、ダミーでもいいので最初に一遍コードを書いておくと、回避できます。あれちょっとすいません、ページ間違えちゃいましたね。回避できます。で次にですね、こちら、これでもまだですね、先ほど回避したはずのそのここでいう例だと init というメソッドですね、こちらでエラーが出てしまいますが、こちらも回避策がありますと。ドットの Android や iOS というネイティブの方の、ネイティブというんですかね、プラットフォームプロジェクトから参照するようにすればエラーが出なくなります。ただ、PCL じゃないんで2行書かなきゃいけないというコード共有率が下がってしまうところがちょっと残念ですが、まあ、隣にザマリンフォームズの init があるんで、ここに書くことにはなんとなく自分の中でも納得感があるんじゃないかと思います。で続きまして、これは F シャープだけの問題、スタムリー関係ないんですけども、F シャープ、C シャープに慣れているとすごく意外なところがあります。F シャープは、ここでですね、上に3つのクラスを定義しました。その時に、この一番 FS メインページの中です。じゃあ FS アップか。FS アップの中から FS メインページを参照しようとするとエラーになります。これがなぜかというと、F シャープは、コード上後方に出てくるものを参照できないというのがあります。これはですね、まあすごい解決策は簡単なんですけども、すごい私にとってなんですが、すごい意外でした。ソリューションエクスプローラーの右クリックで押すと、実はこのファイルの位置を上下に変えられるという機能がありまして、これで解決できます。次にですね、Android プロジェクト、今度は PCL 側共通コードの部分はこれで完成しましたので、今回の Android、Visual Studio でやってるんで、Android プロジェクトの方の生成を進めていきたいと思います。で、Android のプロジェクトですね、生成した瞬間、C シャープで作ると、エミュレーターが実行のターゲットで最初から1個選ばれている状態になります。けど、F シャープの場合は、これが選ばれてない状態になります。まあ、これ、環境に依存するんですけども、選ばれないことがありますですね。あります。で、これについては、回避策は簡単で、再起動します。再起動、ビジュアルスタジオを再起動すれば問題ないです。まあ、困ったときは再起動、みんなよくやりますよね。まあいつものことです。ただしですね、ここで注意していただきたいのは、再起動で、ただ何も考えずに再起動をすると、開いとした後にプロジェクトが開けなくなることがあります。これなんですが、ここでは、モノアンドロイドバージョン 7.1 がないというエラーが出てきます。これ C シャープの時には出ないんです。すみません。私の環境の問題なのかもしれないですけども、複数回環境を作り直してやっぱり出るので、ここでハマられる方いらっしゃるんじゃないかと思います。で、これの回避策ですが、閉じる前に、こちらですね、アンドロイドのバージョンの設定を、今であれば多分6、これはおそらく Visual Studio をインストールした直後に入ってるバージョンだと思うんですけども、これにしておけば、エラーが出ずに開けるようになります。でもここでもうさっきもう閉じちゃって閉じちゃいましたよね。なので普通閉じちゃうと思います。私も絶対忘れて閉じる自信があります。でもそれでも大丈夫です。リカバリーする手段はちゃんとあります。プロジェクトの設定はこちらですね。Android Use Latest Platform SDK を、まあ、フォルスにしてやれば好きなバージョンに設定できるので、こちらで開くことができます。あ、ちょっと早いな。できます。で、次、ファイルの追加です。F シャープはもともとすいません。私はちょっとそこまで詳しくないんですけども、本来ソースファイルをフォルダーに分けるというのを想定してない言語らしくてですね。またこれもプロジェクトを一度閉じた後に開くと開けなくなる場合があります。これはですね、ファイルが複数回同じフォルダーが表示されるよっていうエラーが出てました。これは、再現方法は次のようですね。このソリューションエクスプローラーの中で、ファイルを
ソリューションエクスプローラーのフォルダの中にファイルを入れる。これだけです。たったこれだけで簡単にさっきのやつを再現することができます。これをしますと、二度とプロジェクトが開かなくなりますが、これも大丈夫です。ちゃんと対応策は、すごい簡単な対応策があります。はい、.fs プロジェを書き換えます。ここはちょっとすごい色が見づらくて申し訳ないんですが、ファイルがこれプロジェクトの中に含まれているファイルが列挙されていますが、この中でフォルダーが1つのフォルダーが2つ2回離れたところに出てくるのが分かります。これ追加すると多分下に入ってしまうからなんですけども、これを寄せて1箇所にしてやるだけです。とっても簡単です。はい、あちょっとやっぱ早かったと思います。これで大体プロジェクトも作ってデバッカーで実行できるようになりました。で、はい、皆さんお疲れ様でした。これでやっとこの画面にたどり着きました。もうこれさえ出てしまえばあとはもう自由に書けると思います。はい、でまとめます。F シャープで、ザマリンフォームズでハローワールドがここまでできました。意外だった点も多少だったと思いますけど、意外だった点あったと思います。しかし分かっていればどれも難しくないので、皆さんも F シャープでさっきの画面出してガンガン書いていけると思います。でこれでですね、ただF シャープあんまり何でしょうね、関心ないよという方もいらっしゃるかもしれませんが、ある日突然友人が F シャープやりたいと言い出した時に、まあ知っておくといいでしょうとか、あと上司がいきなり F シャープやりたいと言って突然言ってくるかもしれません。そんな時にはこんなこともあろうかと F シャープ学んでおきましたというとちょっとかっこいいかもしれないので、ぜひ一度試してみてください。はい、すいません、ご清聴ありがとうございました。